皆さん、こんにちは。昨年9月の宝塚歌劇団宙組団員有屋喜衣さんが亡くなった事件、半年が経った3月28日についに劇団は謝罪し、改善策も明らかにしたのですが、その後も対談者が続出し、中でも有屋さんの双子の妹で事件後舞台を休演していた市川蒼さんが対談したことで、劇団の対応は未だ変わってないのではないかなど憶測が広がっていました。そんな中で劇団は窮地に立たされており、阪急阪神ホールディングスの住和夫会長は株主総会で辞任を求められ、さらに劇団内は未だパワハラや労働時間は改善されておらず、第二の事件が起きえる状況だと星組団員が告発していました。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。有屋さんの死後、遺族は劇団内でパワハラを受けていたと訴えていたのですが、劇団側はいじめはなかったと真っ向から否定。しかし調査や複数回の面談を重ねた結果、劇団側は3月28日に会見を行い、有屋さんへ14項目のパワハラがあったことを認め、遺族と合意文書締結が成立したと発表しました。同日、遺族側の代理人も会見を行い、パワハラの内容について言及。パワハラには宙組の幹部上級生4人、宙組上級生は3人、劇団プロデューサー2名、演出担当者1名の合計10名が関与していると指摘。また加害者から遺族への謝罪は手紙形式で行われ、連名ではなくそれぞれ個別で6通り受け取ったと明かしていました。提出していない4名のうち上級生1名からは追って提出があると聞いているとしていましたが、他の3名については提出しないと受け止めているとしていました。28日の会見では劇団は加害者らの処分について明かしておらず、加害者らは未だ在籍したまま、また現時点では手紙を提出していないとされた4人がその後謝罪をしたかどうかの報道はなく、本当に謝罪したのかは定かではありません。再会を発表したサイト内で劇団は、今後も5組が揃って公演をお届けできるよう安心安全に舞台に立てる体制作りに努めてまいると発表していました。事件当時もゴルフに興じ、生徒らへの無関心さを露呈していた住和夫会長も遺族へ謝罪したことが明らかになっていましたが、現在住会長をはじめ劇団は窮地に立たされており、ある星組団員は有屋さんのことがあってやっと宝塚は改善されるんだと希望を持っていました。でも現状は一向に改善されません。今でも過重労働や上級生からのパワハラがある中で働いていますと、労働改革が空回りしている現状を告発していました。6月14日梅田芸術劇場で開催された阪急阪神ホールディングスの株主総会は物々しい異様な雰囲気に包まれ、総会の冒頭で住会長は有屋さんの飛び降り事件について初めて公に謝罪。その後の質疑応答で株主の男性は、全ての問題が解決したら住さん、あなたがホールディングスの取締役を辞任してください。安全第一の鉄道事業を営む会社がこのような事件を起こしたのは恥ずべきことと糾弾するなど、異例の辞任要求まで飛び出したといいます。出席した大塚淳一執行役員は、有屋さんを苦しめた上級生のパワハラについて、それぞれの行為はハラスメントに当たるものだが、基本的には悪意を持って当たったものではないと回答。悪意のないハラスメントは問題ではないとでも言いたげな態度に、会場では怒号が飛び交い、取締役選任決議では住会長の再任賛成票は前年から約33ポイント減となったものの、57.45% でかろうじて半数を上回り、なんとか荒れた総会を乗り切った形になったそうで、住会長自ら二度とこうした問題を発生させないよう一丸となって再発防止策に
全力で取り組んでおります、と胸を張っていたようです。ところがその回買うの不備を訴えたのが星組の A さんです。 A さんは新人公演が諸悪の根源だと指摘しており、いっそのことなくせばよかったと思います。劇団が現場の私たちの現状を把握していないために、改革がすべて裏目に出ていると話しています。ロマンザ宝塚には入団17年目の生徒だけで行う新人公演という舞台があり、本公演の期間中、各劇場1公演の見若手が普段上級生がやる役を演じる、この舞台はファンが未来のスター候補をいち早く見定めることができる一方、アリアさんの心身を蝕んだ一因として遺族側にも指摘されていました。蝶の木として新人公演の責任者を任されていたアリアさんは過重労働を繰り返し、極度の疲労状態に追い込まれていました。こうした過密スケジュールを見直す改革として、劇団は今年1月から1週間あたりの公演数を1回分減らすことにしたのですが、これに A さんは1日2回公演の日を減らし、1日1回公演の日が増えたことで、その日の公演後に新人公演の稽古が追加されることとなったのです。本来公演がなくなった分は休養に充てるべきなのに、むしろ下級生は負担が増えてしまったと声を上げていました。今年1月から4月にかけて行われた星組の公演、 RRR 宝塚ルートビーム、世界的大ヒットを記録したインド映画 RRR の舞台化作品で、劇中では激しいダンスが繰り広げられ、これまで以上に本公演で疲労がたまる中、本来与えられたはずの休息の時間にも下級生は新人公演に向けた稽古が入ることとなったのです。さらに稽古の前後に行われる生徒たちによる自主稽古も過重労働の温床とされ、劇団は自主稽古を任意の自己研鑽の場としているのですが、実際は強制参加だそうで、演出家も振付家も1から10まで教えてくれるわけではなく、あとは自主稽古で固めておいてと生徒任せになっており、自主稽古をしないと公演が成り立たない状況だそうです。自主稽古の実態を改善するため、星組は公演期間中の毎週火曜日と土曜日は公演後の本稽古を休むように変更したのですが、ここでも改革は形骸化しており、稽古場に演出家現れないだけで、火曜日も土曜日も結局蝶の木以下で自主稽古することになり、普段の稽古でも演出家は教えきれなかった分は相変わらず残りは自主稽古でと丸投げ状態だといいます。こうしてむしろ解約された労働環境の中行われた星組公演 RRR では、またも凄惨なパワハラが起きていたのです。新人公演で主役を演じる予定だった生徒が3月頭本公演中にコロナの診断を受けて休演、新人公演も当初の予定から約2週間の延期を余儀なくされ、ストレスが極限に達した他の上級生の怒りの矛先は休演した生徒へ向かい、なんで行ったんだ、帰ってきたらぶん殴ると言っていたそうで、A さんは上級生はこの生徒がコロナ感染を劇団に報告したことに激怒していました。そして私たちに体調を崩しても言うなと口止めした。当時全体で25人近く同様に体調を崩していて、中には声帯にステロイド注射を打ちながらでないと本公演に出演できない人もいました。それでも主役の生徒を上級生が避難する様を目の当たりにしては、自分の不調などとても言い出せなかったと話していました。過重労働に加えて A さんに重くのしかかったのは、アリアさんも苦しんだ宝ジェンヌの鉄の掟、上げ下げ上げとは伝言ゲームのように、一級への生徒へ指導内容を伝達することを意味し、一方下げとは上級生からの玉突き指導を指します。叱られた下級生は指導内容を他の上級生にも報告し、集団叱責を受けます。
アリアさんは長の木として何十人もの揚げを処理しながら、幹部上級生たちから下級生の失敗は全てあんたのせいやと下げの指導を受けていました。 A さんもその被害者の一人で、私もプロデューサーや演出家のいないところでフェルマータされて、死ね、退団しろと言われました。常に生きていてごめんなさいっていう顔をして生活しろとも言われ、まさに人権のない生活でしたと語っています。指導の名のもとに行われる苛烈なパワハラは A さんらを蝕んでいき、 A さんはパワハラが原因で過呼吸の症状を発症したことがあり、公演中に過呼吸になって病院に運ばれた人もいたそうです。こうした上げ下げの規則は星組の規則書にも定型文付きで明記されているのですが、なぜ事態は悪化するのか。まず規則書とは上級生への礼儀作法などが数十枚にわたって記されたルールブックのようなもので、組ごとに内容が異なり、アリアさんの事件を踏まえ、昨年12月には空組で規則書の改訂作業が進められていました。最終的に5人の組長とタカラジェンヌの労働組合的存在である女子会の会長が話し合い、年内に規則書を統一する予定だったのですが、空組組長の松風明さんは上げ下げを必要な指導だと主張し、変えようとしなかったのです。結果的に規則書の統一は昨年末に頓挫し、星組では独自の取り組みとして全体 LINE 上に生徒たちが匿名で意見を投稿できる専用フォームを設置し、規則書の改訂案を募ることになります。フォームで集めた投稿を教室の大画面に映し出し、それについて意見を出し合うお話し合いがプロデューサー同席のもと開かれたというのですが、学年関係なく意見を出すように言われ、実際に意見を出した下級生がお話し合いの後に上級生たちによって名前が聞こえるように悪口を言われる事態が発生。その後行われた2回目のお話し合いでは、下級生たちは誰も発言しなかったそうなんです。結局星組の規則書の改訂作業も曖昧なままに終わり、 A さんは今もなお上げ下げの規則に縛られたままだと言います。アリアさんの事件以後も厳然と残る過重労働と上級生によるパワハラ、本来これらにストップをかけ管理すべき現場プロデューサーは全く役目を果たしていないようです。ロマンザ劇団は改革の一環として組織的なマネジメント体制を整備し、現場のサポートやケアを行う体制の強化に取り組むとしていました。実際星組の現プロデューサー K 氏はアリアさんの事件以降、それまで顔を見せることがなかった新人公演の稽古にも同席するようになったそうですが、その実態はというと、パソコンを膝に置いたまま椅子に座り居眠りしているんです。終了時間を過ぎても稽古を続けていることがあっても寝たままで気づいていないと A さんは言います。昨年12月には劇団がパワハラ対策に打って出る中、 K 氏が各生徒に対して個別に面談を行い、その後 K 氏は星組の生徒たちを集め独自のパワハラ講習を開講。しかし K 氏は結局パワハラと認定するにはたくさんの要素が必要なんですと、案にパワハラを認定するのは難しいと伝えており、生徒たちは K 氏に相談しても意味がないと感じたようです。 A さんたちは無力感を感じながらも懸命に声を上げ続け、 RRR 公演中の今年1月、新人公演のための自主稽古でルールが守られていない状況を見かねた生徒が K 氏に改善を訴えます。その後プロデューサーから蝶の木へ注意が行ったところまでは良かったのですが、その後で蝶の木がチクったのかと改善を訴えた生徒に逆上。なぜこうした事態が起きたのかというと、 K 氏が自分の意見としてではなく〇〇期の〇〇から訴えがあったと
蝶の木に伝えてしまったことが原因だそうです。直接言えないから K さんに訴えたのに、これでは相談しない方がマシですと A 氏は話しています。劇団は一連の問題について火曜日と土曜日は本稽古を行わず、必要に応じて自主稽古の時間に当てられるようにしていたことは事実です。事実がありましたが、今後そのようなことがないよう指導しておりますと回答しています。最後に A 氏は、私も受験生の頃はたくさんの出番が欲しかった、でも入ってみると毎日が辛く、出番が少なくあってほしいとさえ思ってしまいます。今もギリギリの精神状態で死にたいと口にする仲間もいます。変わらぬ現状を知ってほしくて今回声を上げようと決めました。このままでは第二の飛び降り事件が起きてしまう。本当に改革を行うというのであれば、もっと私たち現場のことを見て上辺だけではない改革策を練ってほしいと苦しい胸の内を明かしていました。良くするどころか、さらに状況が悪化している劇団、改善策を発表していたものの、結局のところ加害者への処分が不透明であったことや、そうした生徒らがパワハラをパワハラとして認識できていないことが問題だと思いますし、管理のずさんさが生徒を苦しめ続けています。劇団の改革はどこまで本気なのか、疑問が残り続ける劇団の本気度が改めて問われます。第二の事件が起きないよう早急な改善を望みます。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。